え皆さんおはようございます。衆議院議員の原口和郎です。今日の男の5分クッキングは、じゃん家の庭で採れた、里芋の、けんちん汁。里芋のけんちん汁なんか変だけど、とにかく、味噌汁ですね。これむっちゃくちゃうまいですよ。これむちゃくちゃうまい。家で採れてるっていうのがもう最高っすね。全部探さんね。そして、じゃんもうすき焼きはもういい。 もういらんけども、意外と味変でうまいのが、これトマト。佐賀産のトマトを入れとるですばい。で、それを卵に絡めて、ですね。で、本庄さんからいただいたお米。これはあの、冷えるんで、このお米の美味しさだけを、この、ね、この木、こういう綺麗な有田焼きのや器で食べると、むっちゃ美味しかったですばい。 そしてなぜかここにある、丸一さんの、丸一さん。ね。甲子園で優勝しましたね、ここのご子息が。あの、なんでか知らないけど。で、俺はこれは食べない。ゴンちゃんよゴンちゃんが食べます。なんでかこれも一個減ってるけども、それは僕が食べたんではありません。 で家の庭から取れたみかんとレモン。そしてイチジク、一軸もう一軸はですね、まだいっぱいなってんだけど、あのー、収穫して、挿し木にしてます。前線基地にも挿し木。そして、今日はもう東京行くんで4粒。で、教訓。もう教訓。腹が減った時に買い物に行くな。 もう本当にもうやっぱり二重生活なんでですね無駄出しちゃいかんすよねだけど腹減ってるとで特に佐賀はうまい素材が多いんで目にしたものをだいたい1回の買い物でもそんなにたくさん買わないんですけど今回はやっぱり東京でコンビニ飯だったために反動が出たで反動が出るとどうしても買うっていうことで 教訓。腹が減った時に買い物には行かんように。買い物に行く時には腹いっぱいの時に行くように。つっても腹いっぱいになったらもう寝たくなりますからね。うんなかなかそういうわけにもいかんのよね。じゃあ、ゴンちゃん。今日はゾマホンちゃんが来ますばい。とも遠方より来たる。また嬉しからずや。楽しからずや。ですね。じゃあ、ごきげんよう。